歳の誕生日の時に父がくれたバースデーカードがオートリー・ヘプバーンのカードだったんですよ。あのすごい好きだっていうのをすごい言ってたわけではないんですけど、なんかくれたのがすごい嬉しかったです。美しさ、可愛さと、もうあんなこう顔のバランスの人がいるんだっていうぐらい、こう小さいし目は大きいしっていうのと、上品な感じとかで、なんかすごい優しそうで、なんかこう愛にあふれてる感じといいますか、はい、もう全てが好きです。存在そのものが、はい、ディファニーで朝食を、はい、可愛いなって思ったりとか、フルヨシのサブリナとかも可愛いなって思うし、なんかオードリーの出てる映画はこう衣装も全部可愛かったりとか、髪型とか今真似しても可愛いような感じがすごくするので、なんか見ていてストーリーも楽しいし、なんか彼女のそういう美しさだったり可愛さだったり、なんかファッションも楽しめるっていう意味で、はい、よく見ます。